私が高橋さんのこと好きすぎて連絡してなんか会いに来た。チキメロディさん、はい、ちょっとカメラ回しちゃってますよ、いいですか。ちょっとお話しさせてもらっていいですか。はい、いいです、座ってもよろしいですかね。あー、座ってください。いいですか。はい、こっちはいいですね。はい、はい、ちょっと下、あー、上からですよ。こうですね。いい感じです。あ、こんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、前回ね、はい、うちの動画出ていただいて、はい、今も今日一日いてくださるじゃないですか。はい、で、質問と言いますかね、やっぱ連絡来るんですけど、はい、なんでここにチキメロディさんがいるんですかっていう、はい、聞かれるんですよ。なるほど。そう。で、ちょっとね、うん、まずはっきりさせておいた方がいいなと思って、はい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 、その動画ちょっと撮りたかったんですよね。なるほど、なるほど。はい、はい、いいですね。はい、いいですか。はい、いいです。ちょっと、はい、カメラが。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。はい、あ、ちょっとあのカメラ持っていただきますか。あー、手下がっちゃうんで、はい、ごめんなさい。メロメロ。もしよかったら、チキメロディさんがここにいるのかってご説明いただいてもよろしいですか。私からですか。あ、はい、あー、なるほど。はい、あ、でも短い方がいいですか。あ、そうですね、そうですね。簡単に。簡単に、はい。簡単に説明すると、はい、私が、はい、高橋さんのこと好きすぎて連絡して、なんか会いに来たみたいな感じです。それちょっとあの、本当簡単にすぎっていうか、かなり語弊があるんで、それちょっとかなり、ちょっと立ち場所まずくなるので、それだけやりましょう。もうちょっと、はい、あ、じゃあもうちょっといいですか。もうちょっと、はい、もうちょっと、もうちょっと、はい、ごめんなさい、それでお願いします、それでお願いします。ごめんなさい。はい、なんかこう、私バイク走好きなんですよ。あ、そうなの。はい、バイクの YouTube を見てたんですよ、うん、はいはい、いっぱい、はい、で、多分関連かなんかで高橋さんが出てきて、うん、ちょっと派手じゃないですか、見た目が、はいはい、こういう感じで、なんで、なんか気になって、はい、やったら、うん、すごい面白いと思って、高橋さんが。マジっすか。はい、でしたら、なんかメインは、はい、バイクは関係なくて、うん、なんかラジコンだっていうのを知って、うん、へぇーみたいな。で、車もすごい好きなんで、うん、なんか私も一応 YouTube やってますし、うんうん、なんか動画作れないかなみたいな。あ、なるほど。感じで。あ、動画を一緒に作りたいって。作りたいです。作りたいです。あの、最初、はい、ちょっと僕補足していいですか。あ、いいですよ。最初に、はい、まあ、ツイッターのダイレクトメッセージで連絡来たんですよね。はい、そうです。いただいたんですよね。しました。はっきり言って、はい、これは何の罠と思いましたよ。で、おかしいと思って、チャンネルね、やってるっておっしゃるんで、見たら、なんか、パイ、パイとかやってるじゃないですか。ね、ね、しかも しかもゲーム実況者でしょ。そうなんです。何の興味があるんだろうと思って、これなんかこれもしうかつに返事すると、うん、なんかまずいんじゃないかと思って。なるほど。めっちゃ怖かったんですよね。めっちゃ怪しんでました、ね、怪しんでた、怪しんでた、怪しんでたんですよ。そう、まあ、こう一生懸命、ね、連絡いただいたんで、この間のほらね、マリオカート対決とか、はい、原選手とのレース動画になったというのがね、今回のいきさつですよね。そうです。だからそれをまとめると、はい、私が高橋さん好きすぎて、はい、会いに来た。あのですね、あのですね、それを言うとあの、はい、大問題なんでやめましょう。あのチキメロディさん、ほら、だって、はい、YouTube 登録者数もう、はい、もうその5万人っていう、はい、いや、すごいですよね。え、でも、うん、高橋さん2万人いったじゃないですか。本当におめでとうございます。いや、やめてください。いや、本当そんな5万人の YouTuber の方にそんな言われても、正直もう5も2も、いやいや、全然違うでしょ、全然違うでしょ。倍言っても飲んだから、俺。でも、うん、今日2万人じゃないですか、はいはい、お祝いを持ってきたんですよ。え、渡してもいいですか。え、本当に。はい、本当です。あら、まあ、それはあっちにあるんで、ちょっと、はい、持ってきていいですか。はい、はい、お願いします。これ完全に鼻の下伸びてますよね。これマスクあってよかったですわ。ちょっと先いただきますわ。わ、すごい、何ですかこれ。何ですかこれ、はい、ちょっとこれまだ開いてないんですけど、はいはい、あ、何これ。これ何、まさかチョコレート。そうです。すごい、すごい、めっちゃ重い。なんかすごい、チョコレートがすごいお好きって聞いたので。なんで知ってるんですか。動画いっぱい見てるからです。いや、本当見てくれてるんですね。ありがとうございます。はい、わ、すごい。これ一応出して、宝箱に入れて、はい、食べるそうです。あ、本当に嬉しい、ありがとうございます。メロメロ。でもね、正直言って、はいはい、まあ、疑問なとこはいっぱいあるんだけど、そのうちの一つに、はい、ラジコンに興味があるの。あります、本当に、はい、あの、私レース好きなんですよ、はい、F1 とか、うんうんうん、結構レースも好きなんですけど、レースは自分ができないじゃないですか、うんうんうん、どう考えて、うん、でも、その車をこう見て操作するっていうのを、うん、私は知らなくて、うん、
周りにもやってる人いないし、うん、ですよね。それで、そんなのあるんだっていうので、うんうん、もうすごいなんかこうかっこいいみたいな、早いしと思って、すごい早い、早いじゃないですか、早い早い、かっこいいと思って、うん、決まります。なるほど。あのね、あのもうちょっと離れてもいいですか。あ、いいです、はい。あのこんな若くてね、綺麗な子があの来ちゃうと、あのおじさんみんな騙されちゃうんで。いやいや、本当に、ちょ、基本ずっと疑っていいですか。メロメロ。ちょっとなんか噂だと、はい、なんかアイドルだったらしいですか。本当の話ですか。本当です。ですよね。ちょっと歌とか歌ってます。マジですか。え、なんか歌ってみたとかやってますよね。やってます、やってます。恥ずかしいんで、うん、代わりに高橋さん歌ってもらって、うん、いやいや、やめようやめようやめよう。ごめんなさい。とりあえずね、はい、今日もほら撮影してくれたじゃないですか、はい、一日協力していただいたじゃないですか、はい、本当に協力していただける分にはもう僕らにとって損は何もないんですよ。はいはいはい。じゃあなんかせっかくなんでね、うん、もううちレディオガガじゃないですか、地球、はいはい、メロディですよね、はいはい、なんかちょっと、まあ、一方通行なコラボっぽい企画にはなると思うんですけど、やりたいです。ねえ、どうですかこれ。ちょっと、はい、なんかちょっとガガメロディーコーナーみたいな、はい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 、なんかそんな作ってもいいですか。いや、お願いします。ぜひ。本当ですか。やりたいです。嬉しい。いや、まあ、とりあえずね、はい、もうこれから撮影も来ていただけるってことですかね。もちろんです。そしたらじゃあどうしましょう。ここね、ほら皆さんね、あの実はすごい人なんですよ。僕を除いて、僕と須田君を除いて。みんなすごい方なんですよ。はいはいはい、うん、なんか聞きました、ちょっと聞いたでしょ、はい、うん、そう、本当にこの業界では本当伝説レジェンドと呼ばれてるすごい人たちが集まってるんですね、はい、せっかくなのでその方たちにご協力いただいて、ラジコンを僕たちやっぱ広めたいんですよ。ラジコンを広めるために、一般的なね、若くて綺麗な女性っていうのが興味示すようなことっていうのを、この僕たちの力でなんかこうお答えしていくような、そういったのどうですか。やりたいです。わかりました、はい、わかりました。じゃあやりますか、はい、じゃあ先生をインフィニティの人たちに、はい、来ていただいて。いいんですか。はい、いいです。嬉しいです、はい、じゃあその疑問を答えていただくのを、はい、ちょっとショートコーナーみたいな感じでね、はい、ご協力いただけたらと思います。お願いいたします。ぜひよろしくお願いします、はい、あとあまりこう誤解を呼ぶような言動と、本当のことしか言ってないですよね。僕ほらなんだレディオガガ所在地バレてるんで、チュキメロディーのファンの人たちが、あー、ちょっと、ね、私は語彙力が足りなくてすいません、本当にわざとじゃないんですけど、わかりました。じゃあすいませんが、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。お願いします、はい、じゃあこれで終わりでいいですかね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。え、終わりですか、これで。お、終わりです。え、でも動画の終わりはバイバイって言わないと。あ、わかりました。やらせてください。はい、ぜひ。ぜひやらせてください。やり方わかりますか。わかります。ちょっとやってみてください。あ、違う、バイバイも言わなきゃダメ。あ、わかりました。せーのでバイバイ。せーの。バイバイ。いい感じです。はい、ありがとうございます。